この電力を100%再エネ化へというニュースですね。沖縄・宮古島で太陽光×蓄電池のシェアリング一証というニュースです。宮古島市ネ,クスシネックシステムズ、東芝インフラシステムズ及び東芝エネルギーシステムズは大型蓄電池を活用し、複数拠点で発生する太陽光発電システムの余剰電力を 既存の電力系統を活用して充放電すると、蓄電池システム、あ、蓄電池シェアリングに関する技術検証を宮古島市、久里間島にて実施すると発表したということですね。やっぱり離島というのはですね、本島から独立してますので、どうしてもオフグリッドシステムですよね。まあ、完全独立した 電力系統を構築する必要があります。まあ、今まではディーゼルエンジンによってですね、えー、火力発電を起こしていったっていうところが大きいんですけれども、まあ、徐々にですねこの再エネ、まあ、今回は太陽光発電ですけども洋上風力発電ですとか、まあ、風力発電普通のですねですとかあと海の。 潮流なんかを、ね、利用した発電なんかをどん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 導入しようとして頑張ってきていますね。でその一つとして、まあ、太陽光発電で起きた電力をですね中電池に貯めてその余剰電力で、えー、夜間の電力ですとかあるいはあの調整するためのです、ね、電力を動かそうという形で導入しているんだと思います。 続きき本文を読んでいきますね。宮古島市、デックシステムズ、東芝インフラシステムズ及び東芝エネルギーシステムズは2019年12月19日、大型蓄電池を活用し拠点で、複数拠点で発生する太陽光発電システム以下 PV の余剰電力を既存の電力系統を活用して重放電する,と重放電する蓄電池シェアリングシステム。 シェアリングに関する技術検証を宮古島市、久里間島にて実施すると発表した沖縄県が取り組むスマートエネルギーアイランド基盤構築事業と一環であり検証期間は2020年1月6日から31日まで1か月だけなんですねうんなるほど宮古島市及び東芝グループは同事業において 2014年に出力1 0 0ット、容量1 7 6キロワット時の大型蓄電池を栗間島に設置し、島内の総資電力を再生可能エネルギー、東低地型蓄電池で100%賄うことを目指した再生可能エネルギー100%自活実施を行い、その有効性を確認している。本検証において平常時でも再生可能エネルギーの異常電力吸収に活用することを目指すと。もう随分前からやってるわけですね。 大型蓄電池の設置ということでですね、ここがそうかもしれません。蓄電池設備ですからね、ここに一号機って書かれてますね。今回、宮古島宮古島内の市営住宅40箇所に余剰電力を監視するためのゲートウェイ用装置を設置し、東芝グループが付有するバーチャルパワープラントシステムにより、各拠点の PV の余剰電力量や蓄電池の充放電可能量に基づき蓄電池の充放電を分単位で制御すると蓄電池の充放電の過程において発生する電力損失の影響及び現行の計画値同時同量精度中っていうのはどうかななんかおかしいですよね多分中って下のあれかもしれませんけどね図に、えー 載せてるあれかもしれませんけど、加味した30分以内の細やかな制御の実現性を検証するとこんな感じです。まあ、蓄電池からの部分ですよね。それと、ん、PV ですね。PV の余剰電力、ね、太陽光発電ですね。をここにこうゲートウェイとして載せてたりとか、こちらに載せると。うんなるほどですね。これは既存の うんあの発電所から来る、まあ、変電所から来るやつでしょうかね、えー、送電線だと思われます宮古島市は2019年にエコアイランド宮古島宣言2.0を発表した再生可能エネルギーの積極的な導入により市内におけるエネルギー自給率を2016年の2.9%から50年に 48.9%まで高めることを高く上げている。しかし再生可能エネルギーは天候に左右されるため、その普及には蓄電池などの調整力が必要となるが、普及が進んでいない。本継承により、蓄電池シェアリングの有効性を高くにすることで、公共施設などに設置した PCP、事業継続計画用途の蓄電池を平常時にも無数用途で活用できるようになると。 いうことですね、蓄電池の導入促進により今後さらなる再生可能エネルギーの導入,可能導入が可能になり電力供給の安定化への貢献やエネルギー自給率の向上が期待されるということですね今回はまだ蓄電池から、まあ、太陽光発電なんかもつなげてはいるんですけども数拠点でシェアリングすることが技術的に可能か検証ということと、まあ、将来的にはです、ね、公民館なんかに蓄電池をより増やして 中型蓄電池を設置して複数拠点で点在する蓄電池をシェアということですよね。さまざまなその余剰電力が出てくるところにさまざまな箇所でですね蓄電池に対して電力を保存してもらってさらにそれをシェアリングしてうまく稼働するのかどうかと。うんまあ正直言うとこれレスポンスがちょっと遅いなというところがありますよね。 30分以内っていうよりも今はもっと早くレスポンスして送電網なんかに載せたりですとか蓄電池に充電したりとか放電したりっていうところを繰り返しスイッチングできる装置というのがまあ海外なんかではねこう出てきたりとかあの割とニュースで私もですね扱ったりしてきてるんでできるんじゃないかな十分ね東島さんが持ってるシステムだとまだそこまで早くないのかもしれませんけども 他社さんのシステムですと、そういったところもできるようなものがあるのかなという感じです。まあ、ね、蓄電池なんかをですね、まあ、この会社、いろんなこう協力している会社がありますけども、ネクシステムズとか、えー、東芝インフラシステムズとかね、東芝エネルギーシステムズっていうところが、まあね、装置を供給してますので、そこでの、えー、うまく、 やり取りっていうのが今後ね出てくるのかなというところはありますけどもねはいまああのやっぱりこういったシステムっていうのは離島の方がやりやすいなというところはありますただですねやっぱり人口減少が結構進んでる離島とかが多いでしょうしそれだけインフラをシステムをですねこうせっかく入れてもですね、えー、人口が維持 できればまだいい方で、どん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 減少してしまうんであれば、あんまり意味ないのかなというところもあります。だから、そこら辺がね、やっぱり離島の中でも結構難しいでしょうし、あまり人口の多くなってしまうと、本当はそういうところのがいいんでしょうけれども、やっぱりシステム的にも大規模なものを組まなきゃいけない、蓄電池ももちろんそうですけれども、まあ、そうなると結構ね、えー、被害が出たときに、 まあ台風とかでね、太陽光パネルが飛んでしまったとか、そういうときに結構大変だよっていうところもあるんですが、まあ、将来的にはそういう島、例えば八丈島とかですね、ああいうところでしっかりとこうやってみるとか、まあ、例えばですよ、あ,のまあそこら辺もね、ちょっと火山の影響が多いんでね、小笠の人なんかだとちょっと難しいのかもしれませんけれども、まあ、そういったところ、特に長崎県なんかはですね、五島列島も含めて、 あのー、結構そういった実験をね、えー、進めているところ結構多いんですよねはい今後はですねやっぱりこういったシステムの、えー、今後のですねどれぐらい自給率が上がっていくのかっていうのをやっぱり見守っていきたいなと思いますはい最後までね聞いていただいてどうもありがとうございます